宇戸岬平成27年度夏季宿泊申し込み抽選会にお越しいただきましてありがとうございます。年間約6万2000人の方に宿泊していただいているということになっております。こうしたといたしましては、この数字に満足することなく、会社関係や同窓会の幹事の方などのご要望にお応えするとともにですね、さらなる利用率向上を図るため、20人以上の団体客を対象といたしました宿泊の先行予約受付、これを試験的に導入することにいたしました。おもてなしといえば、宇野美咲さん第一人者ということでございますので、お客様に愛される施設ということでですね、引き続き運営の方ですね、していただければと考えております。これまでもずっと長年その利用率第一位という素晴らしい実績を続けているわけなんですけれども、やっぱり日立の一つの大きな誇りなのかなということで考えております。露天風呂と料理が美味しい、アピールされてますね。ここの一番の魅力というのはやはりこの景色だと思ってます。やはり白砂青松、白い砂、青い松、含めですね、やはりこう平坦な砂浜から断崖絶壁のですね岩場まで、非常にやっぱりなんていうんですかね、コントラストというかですね、非常にやっぱり自然豊かな場所にあります。そういう中でですね、やはりいかにこう歩いていただくか、またやはり茨城県としてもですね、今いろいろおもてなしのをですね少し強化していくというお話も県の方からありました。そういう中でですね、やはり私たちも同じような気持ちでですね取り組んでいって、やはり茨城ファンを増やしていきたいというふうに思います。なかなか泊まれなかったからですよ。空きがないんで、それで一度ぜひ泊まってみたかったなと思って、今回やっとそれかなって来たわけなんですけどね。すごい部屋広いし綺麗だし、風呂はいいし、結構だと思います。見晴らしは素晴らしいしね。ロケーションも建物も。風呂は最高だし。ね。料理も良かったし、そうそうそう、最高でした。そう。大満足です。また来たいと思います。ぜひぜひ今度は家内と一緒に来たいなと、みんなでそんな話をしてました。なんか4回目なんですけどね、今回で。ただすごくいいからね。来ました。どうに言ったらいいんだろうね。温泉もね、眺めが良くてお風呂もいいし。ね、気分よくくつろげるしね。うん、そういう感じなんだろうね。ね、料理とかその。ね、全体的に清潔感もあって良かったですね。良かったです。はい。はい。